赤毛,赤毛組合、赤毛組合、赤毛組合は、イギリスの小説家、アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち2番目に発表された作品ある。ストランド・マガジン1891年8月号、書室。1892年発行の短編集、シャーロック・ホームズの冒険に収録された。 1927年6月、ドイルは、ストランドマガジンに発表した次戦12編の中で、プロットに独創性があるとして、赤毛組合を第2位に置いている。日本語版では役者により、赤毛連盟、赤髪組合、赤髪連盟、赤毛クラブなどの放題も使用される。リーグ、イコール連盟。組合ならユニオン。1890年10月9日の土曜日。 ベーカー街221バイトに住む、私立指紋探偵のシャーロック・ホームズの住居兼事務所を、医師で電気作家でもある友人のジョン・ H ・ワトスンが訪ねた。ホームズは燃えるような赤毛の初老の男性、ジェイベズ・ウィルスンから相談を受けていた。とても奇妙な体験をしたというウィルスンから、ホームズとワトスンは、詳しい事情を聞く。ウィルスンは小さな錆びれた質屋の店主で、 ヴィンセント・スポールディングという男を雇っている。スポールディングは通常の半額の給料で構わないと言って、ウィルスンの店に採用された店で気が利いてよく働き、店員としては優秀だが一つ欠点がある。彼は写真が趣味で撮影した写真を現像するために暗室代わりにしている店の地下室へ頻繁に潜り込むのだという。8週間前、そのスポールディングがウィルスンに 新聞広告を見せた。その内容は、赤毛組合に欠員が出たので、組合員を一名、募集するというものであった。赤毛組合は、100万長者だった赤毛の男が、自分の遺産を同じく赤毛の人々に分け与えるために、創立した団体で、組合員は簡単な仕事をするだけで、高額の給料が得られ、ロンドンに住む健康な赤毛の成人男性であれば、誰でも応募できるらしい。 スポールディングから応募を勧められたウィルソンは指定された日時にスポールディングに案内されて赤毛組合のこと所を訪れた。そこには審査を受けるために大勢の赤毛の男たちが集まっていたが彼らはことごとく審査で不合格にされていた。ところが審査を行っていた赤毛の子男、ダンカンロスはウィルソンを一目で気に入り新たな組合員として認めたのである。 組合委員の仕事というのは、毎日午前10時から午後2時までの4時間、事務所にこもって大英百科事典を書写するというものであった。この4時間、ウィルスンはどんな事情があっても絶対に事務所の外へ出てはならず、これに違反した場合は、組合委員の地位を失うことになると言い渡された。幸いなことに、七夜の仕事は夕方が忙しく、昼間は来客が少ないため、ウィルスンは、 翌日から店の留守番をスポールリングに任せ、ロスから指示された通りに毎日午前10時から午後2時まで数時の事務所で書者の仕事を行う。給料は週に4ポンドずつロスから支払われ、順調に8週間が過ぎていった。ところが今朝、ウィルスンが事務所へ行くと、入り口の扉に鍵がかかっていて、貼り紙がしてある。その貼り紙の内容は、 赤毛組合は解散したというものであった。驚いたウィルスンはロスを探そうとしたが、事務所の家主は赤毛組合のことも、ロスの名前も知らなかった。家主によると、事務所を借りていた赤毛の男は違う名前を名乗っており、その男はすでに引っ越したという。ウィルスンは家主から聞いた男の引っ越し先を訪ねてみたが、そこにも赤毛組合やロスの正体を知る手がかりはなかった。 その上、店に戻って、スポールディングに事情を説明しても、スポールディングは、そのうち連絡の手紙が来るかもしれないなどと無責任な、返答をするだけで、ウィルスンはどうしても納得がいかないため、思い余って、ホームズの住所を訪れたのである。ウィルスンの話に興味を持って、依頼を引き受けることにしたホームズは、スポールディングの特徴について質問した。ウィルンの説明を聞いたホームズは、 何か思い当たるところがあったらしい。ウィルスンが帰ると、ホームズとワトスンは、ウィルスンの七夜に向かった。ホームズは、七夜の前の敷石を数回ステッキで叩いてから、七夜のドアをノックする。そして大体に出たスポールディングに道を尋ね、その場を立ち去る。ホームズはワトスンに向かって、あの男は、ロンドンで四番目に悪賢く、三番目に大胆な男だと言い、続いて、 七夜の裏の大通りへ向かう。そこにはタバコや、新聞や、銀行の支店、馬車製造会社の倉庫などが並んでいた。今夜仕事を手伝ってほしい。来る時には拳銃を忘れずに、とホームズに頼まれたワトスンは、一度家に戻り、夜に、再度ベーカー街二十一バイトを訪ねる。部屋には、ホームズの他に、知り合いの警察官、 ピーター・ジョーンズ警部と銀行の頭取りであるというメリーウェザーがいた。ホームズはこの四人でジョン・クレイという犯罪者を捕まえるつもりのである。クレイはジョーンズが以前から追っているロンドンでも指折りの悪党でホームズも一から二度か変わりを持ったことがあるという。四人は馬車で七夜の裏の銀行に向かい地下室へと入った。メリーウェザーによると この地下室には増資のためのフランス銀行からの借入金であるナポレオン金貨3万枚、額にして60万フランが保管されているという。クレイはそのナポレオン金貨を狙っているに違いないとメリーウェザーは説明した。4人は暗闇の中黙ってクレイを待ち伏せ続けた。やがて地下室の敷石の一つが持ち上げられ、 中からスポールディングを名乗っていたクレイが姿を現す。クレイが赤毛の仲間アーチー、ダンカンロスを演じていた男を床下から引き上げようとた時、ホームズとジョーンズが飛び出す。ホームズは無知でクレイの拳銃を叩き落とすが、ジョーンズが捕らえようとしたアーチーは上着だけを残して床下へ逃げ込んでいく。しかし、アーチーが逃げる先には、ジョーンズの指示であらかじめ三人の警察官が、 配置されており、クレイ一味が逃げ切ることは不可能の状態になっていた。逮捕されたクレイは、ホームズの手際の良さを称賛すると、悪びれることもなくジョーンズの手で警察署へ連行されていき、メリーウェザーは、クレイ一味の犯行を事前に阻止したホームズに感謝のことを述べるのであった。ベーカー街の住所に戻ったホームズは、ワトスンに事件の種明かしを説明した。 そもそも問題の店員が通常の半額の給料でウィルスンの店に雇用を希望したのは彼がどうしてもウィルスンの店に入らねばならない理由があったためであること。さらに店員が赤毛の仲間と共謀して赤毛組合なる架空の団体をでっち上げ組合委員の仕事と称してウィルスンに百科事典の所詞をさせていたのはウィルスンを毎日数時間ずつ外出させて その間に店で何らかの作業を行うことが目的であったことをホームズは最初から見抜いていたのである。一味がわざわざ高い給料を支払ってまでウィルスンを外出させていた点を考慮すると、一味がよほど莫大な価値のあるものを狙っていたことは明らかであったが、そのような価値の高いものがウィルスンの小さな錆びれた質屋にあるとは思えず、 一味の真の狙いは店の外にあると考えられた。ウィルスンから聞いた店員の特徴から店員の正体はクレイであると思われ、彼が頻繁に店の地下室へ潜っているというウィルスンの話を考慮すると彼は店の地下室からどこかへ続くトンネルを掘っていたに違いない。そのように推理したホームズはワトスンと共に質屋を訪ね、店の前の敷石をステッキで叩いて、 音を聞き、トンネルが店の前ではなく後ろの方に伸びていることを確認した。さらに道を尋ねるふりをしながら、クレイの膝を見て、彼のズボンがひどく汚れすり切れていたことから、彼が間違いなくトンネル掘りの作業をしていたことを確信したのである。そして、質屋の裏の大通りに銀行の支店があるのを見つけ、ここがクレイの目標だと知ったのだった。その上で、ホームズは、 スコットランドヤードを訪ねて、ジョーンズの応援を頼み、メリーウェザーに面会して、段取りを整え、クレイ一味を逮捕するに至ったのである。ホームズの説明を聞いたワトスンが、それでは、なぜ一味が計画を今夜実行することが分かったのか。と質問すると、ホームズは次のように答えた。一味が赤毛組合の事務所を閉めたのは、トンネルが完成して、 それ以上ウイルスンを外出させる必要がなくなったためであり、一味としてはトンネルの完成後できるだけ早く計画を実行する必ずがあった。加えて土曜日の夜に計画を実行すれば次の日は日曜日で銀行が休業であり少なくとも月曜日の朝までは犯行が発覚する恐れはないため逃げるのに二日の余裕があることから一味は必ず今夜銀行に現れると 確信したのだという、素晴らしい推理だと絶賛するワートスンに対し、おかげで退屈から免れることができたと言いながら、ホームズは首をして見せるのだった。この事件の発生年代については、1890年10月9日に赤毛組合が解散したと明記されているが、シャーロキアンの間では、 発生を1887年、1888年、1889年、1890年とする説がある。赤毛組合は、ワトスン博士の日付の間違いの最も顕著な例と評される作品でもある。作中の記述によれば、ウィルスンが組合委員の募集を知ったのは1890年4月27日付、紙の広告で、その広告を読んだワトスンは、 ちょうど2ヶ月前だと発言している。ウィルスンは翌日から仕事を開始し、その8週間後に組合解散の張り紙を見たと書かれているのである。まず、1890年4月27日は日曜日で、当時日曜日には新聞が発行されていない上、ザ・モーニング・クロニクル紙はすでに廃刊となっていた。解散は10月9日と書かれているので、 二ヶ月前や八週間後では、計算が合わない。また、この1890年10月9日は木曜日だが、ホームズは、今日が土曜日で逃亡に二日の余裕ができるため、今夜犯行に及ぶはずだと推理しているのである。晴天六十編の事件を、発生年代順に並べた、小中版、シャーロック・ホームズ全集を発表した、ベアリングイコール・グールドの説では、 新聞広告は1887年8月27日土曜日付のもので事件は赤毛組合が解散した1887年10月29日の土曜日から30日の日曜日までとしている短編の冒頭に去年の秋発表はストランドマガジン1891年8月号とある点については発表のかなり前に事件を原稿にまとめていたのだと 解釈した。リチャード・ランセリング・リーンは、オックスフォード・版全集の注釈で、4月27日の新聞広告について、ドイルの原稿では AG、8月となっていたのを AP、4月と読み間違えて発表されてしまったのだろうとしたが、発生年については触れていない。ジョン・クレイ、ビンセント・スポールディングとアーチー、ダン・カンロスの2人が掘ったトンネルに関して、 様々な考察がなされている。作中、ホームズが歩道の敷石をステッキで叩いてトンネルの方向を確認する場面がある。これは、晴天中に赤毛組合と巧妙な依頼人での2回しかないホームズがステッキを持っている場面である。日本のシャワロキアンの一人である田中清の実験ではトンネルの位置がごく浅い場合以外は叩いた時の音がほとんど、 変わらないという結果が出たため、ホームズの聴覚はかなり優れていたと考えられる。クレイとアーチーの二人だけでトンネルが掘れるかという点について、日本のシャーロキアンの一人であ歩きの国や都市は、七夜から銀行まで約30メートル、トンネルが直径1メートルで、作業時間が週5日間8週間1日4時間イコール160時間と仮定した場合、 1>, 1時間に20センチメートルのペースで、掘れば到達できるので、可能であるとした。次の問題はトンネルから出る土砂で、量は前述の過程に従うと、約30立方メートル、重さは60から90トンになると推定される。この土砂の処分については、入マ車に積んで運び出したとする、エスタッパー美次郎の説、歩道のもとに溜めておく空間があったのだとする、W.J. バーンズの説を、 ベアリングイコールムールドが紹介している。木の国や都集は、現場にちょうど地下水道か暗挙になった川がある場合、そこへ土砂を流せるため処分する手間が省けるとし、作中で、トンネルについて詳細が語られなかったのは、同じ手口による事件の再発防止のためではないかと、推測している。ナポレオン金貨3万枚の重さは 160kg ほどになり、この搬出方法も問題である。 七夜にニュー馬車を横付けして、金貨の箱を積み、そのまま馬車で移動するとした場合、人目を引くと考えられるからである。チャールズ・スコール・フィールドは、トンネルは銀行の近くにあった馬車製造会社の倉庫へも掘られていて、この倉庫の馬車を使って運び出す予定だったと説を、唱えている。一方、クレイとアーチーが肉体作業に向いているとは思えないこと、トンネルの掘削には、 土木工学の知識も必要とされることから他に協力者がいたのではないかとする説がある。赤毛組合の審査の際には桜がいたと考えられ、ナポレオン金貨の情報が外部に漏れているにもかかわらず銀行が対策を取っていないため多数の構成員を束ね銀行上層部への影響力も持ち、大規模な組織が事件の背後にいて、 クレイは組織の中心人物の一人だった可能性がある。ロバート・アール・パトリックや原・アキラは、この組織の首領、事件の黒幕が、ジェームズ・モリアーティ教授で、あたと推測している。イギリスのグラナダテレビが制作した、シャーロック・ホームズの冒険では、第12話として、ザレット・ヘッタ・ド・リーグ・赤紙連盟が放映された。劇中では、蒸気の推測が取り入れられ、 事件の黒幕として森アーティ教授が登場している。この登場は直後に続く第13話ザ・ファイナル・プロブレム最後の事件への前兆でもあった。ドイルの原稿や書簡の調査などから短編で2番目に発表された赤毛組合は3番目の花婿失踪事件より後に書かれたことが判明している。発表順が前後したのは ドイルの著作権代理人 a p ワットからストランドマガジン編集部へこの2編が同時に送られたため編集部が順番を取り違えて赤毛組合を先に掲載してしまったのだと考えられている赤毛組合の冒頭で花婿失踪事件について触れる場面がありそこで花婿失踪事件が発表済みのような言い回しになっているのはこれが原因である伝統的に イギリスでは赤毛の人に対する偏見があった。赤毛のものは暴言か泥棒と同じく忌避される存在であったらしい。なおシャーロック・ホームズ関連の小説が日本に紹介されたのは明治令代1897年から1907年。だが、欧米文化や欧米人の髪の色に疎い当時の日本人には赤毛のニュアンスが理解できなかった。そのため、初めて、 ホームズ関連作品を体系的に翻訳した翻訳家、水田南陽、1869から1958は、当作品を翻訳するにあたり、赤毛の設定を特等に変え、題名も特等クラブとした。ちなみに、水田の訳では、英語の人名や地名は務めて、日本的なものに変えられ、ホームズは大探偵、ワトソンは医学士、 二人が住むベーカー街は、メン、ホーヤマ町、赤毛のウィルスン氏は、特等の植木氏として登場する。犯罪者が理由をつけて、ターゲットを外出させ、その間にルスタクで悪事を行うという、いわゆる、赤毛トリックはここから生まれた。ドイル自身このトリックは他に二度、三人、ガリデブと、株式な加害店員で使っている。ワトソンが持ってきた拳銃は、回転式である。 自動式拳銃は20世紀になってから、ジョン・ブローニングによって発明されたもので、この当時は存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。